アウトドアフォーラムのミーティングですね、道東地区でのミーティングというのをやってます。毎年10月に日高で北海道アウトドアフォーラムっていうのをやってるんですが、そこの実行委員として少し活動させていただいていて、そこに来る道東の人たちが少し少ないので、道東でのネットワーク交流が作れたらということで、私の方で声かけをさせてもらってます。僕が所属してますあの一般財団法人なんですけれど、こちらがどういった活動をしているかということをということで、あんまり堅苦しくならずに、あとはですね、人と人とがつながって、みんながあの食べていけるような、仕事が生まれるような世界を作っていきたいなと。が参加した人はもう大喜びで、新しい人を紹介してくれるような、場になっている。北海道の資源はものすごく教育的にも素晴らしいし、遊びとしても素晴らしいし、それはもう世界の人たちが知ってるわけで、しっかりとスクラムを組んでやる必要があるのかなと。北海道のアウトドアってフィールドとしては道東がすごく豊かなものを持っているのに、なかなか道東一口言っても広いのと、あとそこで活動されている方たちが点でいっぱいあるんだけど、まだ線になったり面になっている部分で、活動できてないなって個人的には思うことがあって、まだまだ可能性がいっぱいあるので、その可能性を広げられたらと思ってつなげたいなというのが一つの思いです。